OL 喫茶はいかがですか？ビジネススーツで接待いたします。おー、 OL ね、そういうのもあるのか。朝日さん、興味津々ですね。え、違うって。隠さなくてもいいんですよ。リュウだってコスプレ好きですから。ニッピョンがコスプレと言っても衣装を眺めるのがですけどね。あ、そうだ、この近くに衣装屋さんありましたよね。それってソルジャーズゾーンの中かな。きっとそうだと思います。あのちょっと見てきてもいいですか？ああ、いいよ。っていうか、俺もついて行っても。それじゃ、行ってきますね。置いてかれた。ただいま戻りました。お帰り。可愛い衣装は見れたか？はい、可愛い衣装ばっかりでみんな気に入っちゃいました。なので、自分で作ろうと思います。え？作る？はい、自分で作っちゃいます。なのでまずは布を探さないとです。おー、布か。秋葉で売ってるのかな。実はリュウ、前から気になってた布があるんです。なんだ、目星はついてるのか。だから行きましょう。行くってどこに？メイドの妄想中です。はあ？なあ、リッピョン、本当に妄想獣の布を使うのか？節約です。そうですか。魔法を使ってくる妄想獣です。そうですね、お体分欲しいです。じゃ、倒しに行くか。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。敵を発見し、逃げるなら今っち。敵は4体っち、隙を突きまくれっち。楽勝でも、まあ、やるだろ。まだ落ちたっち、まだ落ちたよっち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。敵を4体発見っち。飛ばせて楽勝。やるだ。楽勝。扉を発見っち。敵を発見っち。まだまだ。敵を4体発見っち。楽にやってるっち。やるだ。楽勝。やるだ。イマジンモード発動っち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。扉を進むっち。敵がいるっち、オイラは戦い。敵をいっぱい発見っち、戦闘数を減らせっち。楽勝。さあ、敵が楽勝っち。倒せたもん好きっち。壊れば敵がいる。敵を3体発見っち。攻めのチャンスっち。やるだ。これでもぶっ飛べ。楽勝。ダメだ。1体しか倒してない。敵がいる。敵が4体いるっち。早く頑張れっち。やるだ。パッ。いや、楽勝。やるだろ。2体しか倒してないよ。扉を発見ちの敵がいる。これでも敵を3体発見ち。設定のチャンスち。楽勝。やるだろ。倒した。2体しか倒してないち。
敵を発見っち、逃げるなら今っち。これでも敵は2体っち、先制攻撃なら余裕っち。はっ、これでも、あとは1体撃破っち、やればできるっち。はっ、チームの光を見せ、敵がいるっち。どうするっち。扉を進むっち。敵がいるっち。どうするっち。この扉を進むっち。ここから来たのにっち。はっ、敵を発見。またまた敵を4体発見っち。かかってこいよ。やるっち。やるな。またまた楽勝の終わりだ。楽になったら2体しか倒してまだまだいいわよ。ああ、これで5体分だな。そんじゃ、表に戻ろっか。かわいい布がいっぱいです。よかったな。はい、それにちょっと強くなることもできました。一石二鳥なのか。そうですよ、だってアイドルは体力がいりますから。だけどこのまま強くなり続けたら。はい、秋葉原の筋肉アイドル、リッピョンこと百瀬りゆ14歳です。あなたのハートへレッツダイビングエルボードロップ。絶対に嫌だ。萌ちゃん、この場所について教えてもらえないかしら。はい、何でも案内いたします。ずっと思ってたんだけど、ここって何の建物なの？なんだか秋葉原らしくないっていうか。ここは UBX という建物です。秋葉原の再開発の一環として2006年に誕生しました。地上5階以上はオフィスフロアとなっておりますので、世間の秋葉原のイメージからは少し遠いかもしれませんね。イベントホールもあり、ビジネスに関するものからアニメに関するものまで様々なイベントが開かれています。飲食店なんかも多くてさ、飯を食うのにも意外と便利なんだ。リーズナブルなおうどんや焼肉にお好み焼きまで幅広いラインナップですよね。500円のランチもあるよな。それに卵かけご飯の食べ放題も。へえ、勉強になったわ。ありがとう、萌ちゃん。え？俺には？セーブするっち？上書きに気をつけろっち。電子機器関係のパーツを取り扱う店舗が多いんです。やはりこの通りの最大の特徴は店先まで品物が並んでいる光景ですね。実はこの品物ですが、新品だけではなく
ジャンク品がとても多いんですよ。そんなこともあってジャンク通りと呼ばれるようになったみたいなんです。なるほど、ありがとうございます。ちょっとだけお利口さんになりました。ですがリュウ様、もう一つおまけ話があるんです。近年はジャンク品を扱うお店だけでなく飲食店も増えているんですよ。ケバブ、ラーメン、串焼き、ジェラートなどなど、まさにジャンクらしいラインナップなんです。へい、いらっしゃい。わわわ、ジャンクな人もいらっしゃいました。あなたは？データが闇商人。こんにちは、シャルコさん。っていうか知り合いだったの？はい、シャルコさんは知る人ぞ知る有名人です。おお、私は有名だ。有名になっちゃダメだろ。え、こんな昼間から闇市か？こっちでは別の仕事してんのよ。どう？クエストを受けてみない？あ、クエストってなんだ？気が向いたら話しかけなさい。おいしい仕事、斡旋してあげるわ。だから俺、仕事とか向いてないんだって。おしゃれするっち。シャレ子がいるっち。いつ見ても怪しいやつっち。通称トノデンです。秋葉原の有名家電量販店の一つですね。存在は知ってましたけど、こうして間近で見るのは初めてです。お店は知らないけど CM ソングは知っているなんて方も多かったりするんですよ。どんな歌なの？ごほん。では僭越ながら私が。トノデン、トノ様、未来作る電気の世界統一だ、トノデンといった感じです。わあ、パチパチパチ、萌えさん歌も上手なんですね。確かに聞いたことある気がするわ。一度聞いたら耳から離れない、そんな魔法の CM ソングですね。昔の秋葉原は家電のにぎわう街だったんですよ。こちらはかの有名なレディオ会館です。ここは目立つけど一度も入ったことないのよね。どんな建物なの？それではご説明させていただきますね。ここレディオ会館は1953年に設立されました。今や電気街口のシンボルですね。老朽化により2011年に一度閉館したのですが、2014年にリニューアルオープンいたしました。開館当初はその名の通りラジオ機器関係のパーツ専門店が並んでいたのですが、現在は時代の流れもあり漫画やフィギュア、トレカなどを扱うお店が多いんです。まあどの店も悪くない品揃えだよな。あ、ヤマト、もしかして来たことあるのか？いや、ない。そんな話を兄貴がしてたんだ。どこのお店も品揃えが豊富です。きっと探し物が見つかるはずですよ。秋葉原案内は一旦おしまいです。一旦？これからもご一緒させていただけたらと思います。え、俺は嬉しいけどお店の方は大丈夫なのか？大丈夫。
お前が言うな。お店にはナナちゃんもいますし、それに秋葉原の現状を放っておけません。だってよ。ありがとう萌ちゃん。だけど甘えちゃっていいのかしら。はい、もちろんです。サキ様たちは私の恩人ですから。萌さんの仕事に向き合う姿勢、これからも学ばせていただきますね。それじゃ、これからもよろしくな、萌。いえいえ、こちらこそです。じゃあ、今日もいっぱい歩いたことだし。帰らないわよ。ですよね。だけど、いっぱい歩いてよかったわ。おかげさまで、思わぬ収穫があったもの。収穫も何も、新しい妄想はどこにもなかったろ。妄想はなかったわ。だけどね、なんとなく見えてきたのよ。秋葉原が繰り返す理由と、妄想の侵食が多発する理由が。本当ですか、サキさん。秋葉原の歴史と今の街の状況が関係しているわ。まあ、確証は持てない段階だけどね。歴史と現状？秋葉原って街はね、時代によっていろいろな姿に形を変えてきた街なのよ。ラジオの秋葉原に家電の秋葉原、そしてアイドルの秋葉原にメイドの秋葉原。時代が変わるたびにいろいろな種類の妄想がこの秋葉原を埋め尽くしてきたと思うのよ。そっか、オーディオがにぎわっていた時代の秋葉原も。だけど秋葉原の移り変わりはとても早いわ。そして過去の秋葉原は忘れ去られていく。当然過去の秋葉原にとらわれてる人たちは過去の妄想にとらわれてしまっている。そんな過去の妄想にとらわれた人たちは時代に取り残されたまま増え続けた。そして秋葉原そのものが時代に取り残され、未来に進めず今日を繰り返してしまっているの。なるほどです。だからこそ秋葉原にはいっぱいの妄想が。人間は過去を引きずる生き物よ。思い出って古ければ古いほど美化されるじゃない。いろいろな時代の秋葉原を愛する皆さんが過去にとらわれ、過去にとらわれた妄想を生み、これ以上秋葉原が変わらないように、未来が訪れないようにってなった結果なんですね。だからこそ今日が日曜日を繰り返しているのよ。まあ、あくまでも仮説よ。ただ秋葉原は妄想の巣窟には違いないわ。そのつまりどういうことだ。妄想の侵食を全部壊すことができたら繰り返しから抜け出せるってことよ。なるほど、わかりやすい。とにかく全部の妄想を壊せばいいんだな。なあ、ちょっと待てよ。だったらなんで今なんだ。それが理由だとしたら、もっと過去にも繰り返すタイミングはあったろ。それにさ、秋葉原が理由で世界が繰り返しているっていうのか。そう、そこなのよ。だからまだ確証が持てないの。秋葉原が世界に影響を及ぼすなんてちょっと考えにくいのよね。でもでも関係あるかもしれないんですよね。ってことは、秋葉原に残された妄想、中二の妄想級へ行きましょう。もしかしたら全てが解決するかもしれないわ。やっぱりそうなりますよね。